携帯電話めぐみのやつがどうしても持ってろって言うもんで、ほっとくといつまでも車いじってるからって。お父さんに早く帰ってきてほしいんですよ、きっと。いや、買い物係ですよ。ネギ買ってこいだの、味噌が切れただのって冴えない父親です。不思議な人ですね、本田さんって。は？本当不思議です。僕が？ええ、なんとなく。はあ、なんとなくですか。家じゃめぐみの尻に敷かれてるような父親なんですけどね。あ、そうだ、買い物してたらこんなの見つけたんです。ほら、とっても可愛かったからついめぐみちゃんにプレゼントしようと思って。ああ、パトカーですか。いや、こんなに気を使っていただいて申し訳ないです。あ、おかしいですね、女の子にパトカーのプレゼントなんて。なかなかよくできてるな。これはいい、めぐみのやつ喜びますよ。そうでしょうか。パトカー好きだといいんだけど。パトカーというよりめぐみはあなたたちに憧れてますから。